競争になるわけだね、で営業力が強い方が勝つわけですよ。なるほど。フランチャイズチャンネル。僕はあの3年前にフランチャイズに出会って人生変わったと思ってるんですよね。僕は25年前にフランチャイズに出会って人生変わりました。フランチャイズってすごいっすよね。すごいです。でもなんか世の中で誤解されてたり、まああとね、いろいろ投資とかが絡むんで悩むことも多いですよね。そうですね。なんでね、あの僕もこれからどんどんねフランチャイズ勉強していきたいと思うんで、ちょっとフランチャイズの専門家の竹村さんいろいろ教えてもらってもいいですか。はい。じゃあその名もフランチャイズ相談所。竹村さん、はい、東進衛星予備校の話でやっぱテリトリーの話が出てきましたけども、はい、フランチャイズにおいてやっぱテリトリーの話って大事だと思うんですけど、ちょっとそのあたりをなんか教えてもらっていいですか。そうですね。これはあの一番大事ですよね。だからフランチャイズっていうのはもともとその地域でその商売をやる権利を買うっていうイメージじゃないですか。まあそうですよね。札幌で武田塾をやりたいっていう人が来られたら札幌の権利を買う、売ったみたいな、まあ、そんなイメージはイメージ、ね、ありますよね、はい、にもかかわらず、うん、でも、うん、世の中にはノンテリトリーっていう、うん、そういうフランチャイズも結構あるんですね。一番代表例はコンビニです。コンビニはだからよくあの流行ったコンビニの、30メートル先に今度直営ができたとかね、まあ、そういう話で揉めたりしてるじゃないですか、はい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 、あれも、まあ、ノンテリトリーだからなんですね。ノンテリトリーの代表選手は、コンビニ、まあ、コンビニ、あとは、まあ、あとはもうこの東進衛星予備校っていうのがもうこれはノンテリトリーの代表だと思うんですね。なるほど、うん、まあ、実際にはそのノンテリトリーだからもうどこにどこでも作れるというふうにはなってないんですけど、うん、まあ、でも僕が東進にいた当時から基本は同じ市内の中でいくつも作って競わせるということで新しい市場を作っていくっていうのが考え方なんですよ。まあ、一般的な考えですよ。一般的に聞くとそんな流行ったところで隣に作るなんてひどい、そんなのありえないと思うでしょ。ところがそう簡単な話でもないよね、うん、なんでなんで。これはね、じゃあ一つ昔の話をすると、はいはい、これは日本で一番古いフランチャイズ、はい、富士屋とともにフランチャイズの先駆けなんですけど、はい、ダスキンって会社知ってます、ね、はい、うちもダスキン入ってんじゃないかな。あのマット変えてもらったりとかね、うん、お掃除のやつですね。そうそうそう、はい、あのダスキンもノンテリトリーなんですよ。なるほど。でだからこの流行ってるダスキンはどんどんこう、うん、遠くまで行くんですね。まあ、これ例えばの話ですけど、はい、ダスキン例えば立川っていうのが強ければ、はい、ダスキン八王子の方までこう攻めていくみたいな、そういう意味です、ね、つまりダスキンの立川周辺のなんかいろんな店舗とか会社さんのお掃除を担当しますよっていうだけじゃなくて、うん、八王子も行っちゃうみたいな。なるほど。だこれは八王子にもダスキンあるのにと。そうそうそう、なるほど。ダスキン八王子はあるんだけど、なるほど、そこを食っていっていいと。でこれはやっぱり競争になるわけだね、で営業力が強い方が勝つわけですよ。なるほど。八王子のダスキン嫌ですよね、うん、商品は同じだからね。商品は同じダスキンだから、でも営業力が強いダスキン立川は勝つということになるわけ。なるほど。でもそこに目をつけて、まあ、これも今も会社自体はあってサービスもありますけど、サニークリーンって会社があるんですね、はいはい、まあ、ダスキンと同じようなことをやってる会社です、はい、ここは同じようにフランチャイズをでテリトリー制にしたんですよ。なるほど。じゃあサニークリーン八王子は立川行っちゃダメよ。そうそう、サニークリーン立川八王子行っちゃダメよみたいな。そうそう、そう、でそうやったらその、うん、加盟店は、うん、ね、いいじゃないですか。嬉しい、嬉しいじゃないですか。その方が助かる。うちはダスキンと違ってテリトリーを守るんですと、うんうん、そのエリアをしっかりね、お客様開拓して守っていけばいい、うんうん、とってどうなったかって言ったら、今ダスキンとサニークリーンってどっちが大きいですか、有名ですか。ダスキンでしょ。でこれは競わせた方が勝ったんですよ。なるほど。なんでサニークリーンダメだと思いますか。いや、なんかあれかな、八王子は八王子で俺だから別にゆっくりやればいいよと思っちゃう、ね、そうそうそう、まさにそれでこうサボっちゃうんですよね。なるほどね。もうここはもう俺のもの、ちょっとうまくいかなかったら、うん、いやまだまだちょっとこの商品は弱いのかなと。ところがダスキンだったらそう思ってる間に隣町のダスキンが売ってきちゃう。なるほど。じゃあやばいって焦りますね。そうそうそう、だから競争させる。テリトリーを上げればいいってもんじゃないっていうことなんですね、うん、そうです。じゃあちょっ と, と, いうとめっちゃこれ大事そうなんで、もう一回次も教えてもらっていいですか。はい